報の俳優、道化師。ソ連を代表する喜劇役者の一人。スモレンスク州デミドフで生まれ、1925年にモスクワへ移った。1939年に高校を卒業後兵役につき、対空砲連隊に配属された。戦後、モスクワにあるサーカス劇団の道化師養成室に入った。サーカス劇団で働き、後年、劇団の舞台監督となった。1958年に映画初出演して以降、コメディ映画を中心に出演を重ねた。代表作の一つに、ソ連で大ヒットした1969年の映画、ダイヤモンド・アームがある。コメディ以外では、1962年、第15回カンヌ国際映画祭で上映されたレフ・クリジャーノフ監督の1961年制作ソ連ドラマ映画でコメディのみならずシリアスな心理状態を持つ顔をも見せている。また、セルゲイ・ボンダルチュク監督の1975年ソビエト映画祖国のためににも出演している。ソ連のエドワルド・ボチャロフと日本の衣笠貞之助が共同で監督を務め、1966年に一般公開された日ソ合作映画小さい逃亡者に道化師二空輪として出演。1976年制作のアレクセイ・ゲルマン監督のソビエト映画戦争のない20日間ではリュドミラ・グルチェンコと共演し、主人公の従軍記者ロパーチン少佐を演じた。そしてロラン・ブイコフが監督し1983年に制作された学校でのいじめを題材にしたソ連映画転校生レナでは主人公でいじめられっ子の少女レナの祖父役を演じている。ソ連人民芸術家及び社会主義労働英雄の称号を授与され、さらにレーニン勲章を2度にわたって受けた。1997年に心臓手術後の合併症によりモスクワで死去。天文学者、リュドミーラ・ジュラブリョーワが発見した、小惑星、二空輪の名は彼にちなむ、二空輪の記念切手。ありがとうございます。